24勝0敗。やばい、相手が来てしまいました。ということで、今回はですね、森下投手を救いたいと思います。ちょっと相手が悪い気がしますが、私は本気を見せます。だってさ、森下がさ、打たれるわけないじゃん、普通に考えて。まあ、今シーズンどころじゃなく、もう毎年のようにいい成績残して、この森下投手、ちょっと不遇らしいんですよ。そう、不遇ポイントその1、スロースターター。そう、やっぱこのゲームね、先発のスロースターターってね、超絶きついんですよ。ナイスボール。そして、不遇ポイントその2、球種がちょっと厳しい。やっぱこのチェンジアップっていうのはね、まあ、チェンジアップだけでだいぶブレーキになってしまうんですが、それをね、うまく使っていきたいですね。さすがに周平とはいえね、ここは飛ばせないでしょ。オッケー、サードゴロ素晴らしいじゃん。そして、不遇ポイントその3。コントロールがね、ちょっと高すぎる。そう、このゲームね、コントロールあんま高すぎるとね、逆に投げにくい現象があるんですが、3本。さあ、2イニングス目やっていきます。で、相手の方はね、間違いなく徐々にアジャストしてくるんで、それを逆に超えていかないとね、アジャストしてくるのにアジャストする。で、何遍も言うんですが、スロースターターはこの2回のワンアウトを取ったら消えますので、非常にこの1つのアウト、重要になってきます。ナイスボール。地球とか持ってるんだ。わー、カーブ、全体の当たりは集まってくれた。ありがてー。ほー、まあ、スロースターター消えたらね、カットボールはかなり効いてくるんじゃないのかなと、個人的には思っております。このカットボール、センターの前、落ちるか。大丈夫。カットボールは最強球種だから。これさえうまく使えば打ち取れる。よし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 。で、カットボールと全速の2球種。この2つをね、うまく使っていきたいんですよね。この2球種はね、何結構いい組み合わせだと思っておりまして。追い込んだら、あとインコースカットで。決めに行く。空振り三振。ええんやないの？ちょっと相手守備型オーダーなんですけど。ええんやない？え、ミキアぐらいのパワーでさ、外角のチェンジアップこれどうなる？あ、そうなる。これ、いけるかもしんない。相手によってはチェンジアップ。さあ、2点取っております。なんと劇的勝利あり得るでしょうか？森下完封なるか？おー、ナイスボール。いや、そう、最近ね、やっぱりカットボールがね、評価されてきてる気がして、僕個人的な中で。やっぱね、カットボールってね、あ、強いんですよ、この球種自体が。もうこれさえね、うまく使ってればね、抑えられる気がしてきたんですよ。あ、森下？なんと、この回も、三者凡退！さあ、4回です。鬼門です。この回からね、やっぱり相手も、超アジャストしてくるんでね、それを本当に超えていきたい。超えるぞ、4回の壁。高橋周平、オッケー、ナイスボール。なんだか今日は非常に内ピが出しやすく感じます。これで緩急、ナイスボール。やっぱり決め球、変化良好のカットボール、決まったぞ、ライトへのフライ。ライト、キャッチ。待って、まさかさ、森下ここまで刺さると思わなかったからさ、ちょっと今日、いいかもしんない。これちょっと相手勝てるかもしんない。よし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 。カットボール超ぶっ刺さってるわよ。まあ、いいわよ。まあ、単純に前走でいきます。甘くいったセンターへの当たり、秋山追いかけて、頼む、秋山、あー、秋山ー、ダメだよ、決め球が甘くなっちゃダメだよ、森下。ただカットボールを信じろ。オッケー、カットボールを信じるんだ。レフト、上本、変わって入った、上本の横、意地見せの森下、絶対やったるぜ。俺は森下で勝つんや。センターへの当たりはそのままスタンドに入ってしまいました。ええ、なんでこんなに急に打たれた？鬼門っていうやつですか？ちょっと言葉になりません。ナイスボールですが、中田翔ラバシティバッティングが出て、ライトゴロが成立しました。ということで、残念ながら森下ね、4回でノックアウトされてしまいました。いや、マジで惜しかった。いや、でもね、可能性感じた。だいぶね、いける気がしたの、森下。やっぱりこのゲームね、カットボールって強いから、ちょっと、大瀬良とかもね、もしかしたらいけるかもしんないね。というわけで皆さんもね、森下投手使ってみてはいかがでしょうか？お相手はこのラビーでした。ありがとうございました。オッケー。